オリンピック外戦パレード淡路拓は、日本のフェンシング選手。宮城県仙台市出身。ロンドンオリンピック男子フルーレ団体の銀メダリスト。仙台市立川野町小学校、仙台市立川野町中学校、東北工業大学高等学校、日本体育大学出身。父親が、フェンシング経験者であり、幼少期からフェンシングに打ち込む。しかし、 進学した仙台城南高のフェンシング部は部員不足で配部寸前だったため集めた10人の同級生で県大会やインターハイに出場した充実した練習設備と父親の強い勧めで日本大へ進学した日大2年時には個人で世界ランキング19位に入り3年時の世界選手権団体で銅メダルを獲得個人で五輪に出場し 活躍するために必要であったロンドン五輪への出場権がかかった大会での試合中に左手指を負傷してしまった。なんとか団体では4番手のリザーブとして五輪への団体出場は果たし、決勝出場で正式メンバー資格と銀メダルを得た。淡路は4番手の選手は選手村に入れなかったので近くのアパートを借りていた。行きと帰りの飛行機も違ったと語っている。 日本体育大学時代から母校の事務員になるまではネクサス所属。ロンドンオリンピックではフルーレ団体の日本代表の大田祐希、千田健太、三宅良らの交代要員に選ばれた。決勝戦の3人の1人として起用され、イタリア戦に出場、準優勝し、銀メダルを獲得した。日本オリンピック委員会は IOC の定める代表選手枠3人。 必要ならば、リザーブ一人登録可能。ただし4人目の選手は、試合に出ることで、初めて五輪選手になるという規定に従い、フルーレ正式の選手枠である、大田、千田、三宅の3人を、オリンピック国家代表とし、リザーブとして登録された淡路はこの時点で、代表選手枠に含まれてないために、日本代表ユニフォームも支給しなかったが、日本フェンシング協会が費用を負担して、 アワジをロンドンに派遣し、選手村の付近の施設に滞在させた。フェンシングフルーレ団体決勝のイタリア戦において、決勝の3名のうちの1人として起用され、アンドレア・カッサーラと対戦したことにより、正式にフルーレ日本代表選手として取り扱われることになり、他の3人と共に、銀メダル授与、JOC からもメダル報奨金200万円を授与された。日は、 フェンシング協会の判断で、淡路に出した渡航費などについて、ただ出ただけではなく、銀メダリスト。申請してみようかなと話した。11月5日には、地元の河野町小学校、河野町中学校で講和を行った。ネクサス退職後の2016年4月には、母校の仙台城南高等学校にて、事務員剣道校のフェンシング部のコーチとなった。 淡路は2015年に一度は引退を決意も2016年10月に最後の大会として臨んだ岩手県の国体個人で準優勝したことでまだできる。という思いが湧き東京五輪でのメダル獲得を目標に選手として復帰し指導者と兼任してきたが最終的に指導者選任することを決めた。東京は夢のようなタイミングと思いましたがコロナも運命かなと思う。 来年の開催もわからない中、自分の夢と天秤にかけたとき、この子たちを優先したいと思ったと語っている。2019年3月にはフェンシング部監督となっていて、仙台城南高等学校フェンシング部を全国選抜男子エペ団体で初優勝させた。2020年にはコロナで2連覇を目標としていた全国選抜が中止になった。 2017年11月21日元教え子の女性と結婚。その後相手の女性が妊娠し、6月17日女の子を出産。その後次女も生まれ、二児の父となる。ありがとうございます。